対面発見、あのファミリーマートのあそこにあるでっかいなんか、こいつや絶対。これ結構夜見たらめっちゃ怖そう。では一体目発見。ここファミリーマートの妖怪マップゲットしました。今はこれや、一旦もんめここか。まだだいぶ端っこなんやね。入ったばっかり、入ったばっかりやない。よしよしよし、ここの観光交流センターとこっちの観光交流センターに行きたい。いやなんかこういうなもサッシも一個、柳田邦夫さん、この人が日本で初めて妖怪を、研究した人やから、この人が生まれたところが福崎やから、今妖怪たちがこんなにいっぱい。蛾次郎と蛾太郎、めちゃもろい、グッズもいっぱい。はい、じゃあこの一つ目小僧と油棒、次が行きまーす。おった、ぴょーん、戻る。よいしょ、サラダか、サラダか、行った、降りました。一目、一つ目小僧さん、あーぐえー、うーこれ行こうわ、もうやそんなに、カエルちゃんもおる下に取ってくだ。うわーすごい、なんかみんなさすごく綺麗にされてるんかな、やっぱ手入れされてる、手入れされてるね。ちょっとあれ、耳垢溜まってるからね。耳垢溜まってる、すごい綺麗、ピカピカよ。油棒さんです、こちら油スポーさんがいらっしゃいました。すごい綺麗やな、雨ざらしにされてるはずやのに。動画で写真も、油棒、妖怪ベンチ、油棒で写真に行くか。ここスーパーボンマルシェに、何やった、スネコスリ、スネコスリ、コスリがいるみたいです。夜道歩いてたら足元こすってきてこかす。こいつや、ちさー、これさ犬みたい、これが足こすってきたらもう事故や、うん、めっちゃ怖いよな。続きまして、妖怪あずきあらい、
有名な黒助さんにあるいました。ゲーマーの小豆やらめちゃくちゃゲームしてる。これ何やったっけ、このゲーム、なんか懐かしい。なんか DS って、 DS じゃん。任天堂、このボタンの感じは任天堂。めっちゃ面白い。わ、しかもめちゃくちゃ BK やん。ほら小豆落ちてる誰取る妖怪、あ、大阪府の方が作った妖怪小豆洗い。着きました。辻川観光、交流センター、辻川観光交流センターにいる雪女さん。うわー、怖いよー。雪女さんたち、雪女さんに氷にされた、この、うわ、目がめっちゃ怖い。これがガジロかな。うわ、もうめちゃくちゃ怖い。将棋さん、あとでいい。何？座った人を数えてる。あ、ほら、これこれこれ、シリコタマ。何が？この雪女ちゃんとガジロウがおるここ辻川観光交流センター。何のシルク玉、シルクマンクリームソーダ。お店もグッズもいっぱいある。すごい、妖怪ベンチたちのオブジェがある。すごいすごいすごい、面白い。ここでご飯を食べれるやんね。で、さっき言ってたこのシリタン、シリ、シリコタマ、これ誰かのお尻の穴から取られたシリコタマがサイダーに乗ってる。トマカレー、あ、これでもほら、福崎町のもち麦を使ったカレーと、こう海鮮丼が有名ね。すごい種類がある。べっぴんいなりやって、お稲荷さんの中にいろいろな、あ、ほんまや、すっぴんとべっぴん。海鮮バラ丼こんな感じ、すごい。これ800円台ってすごいね、たっぷり。で、こっち側が何、愛がけカレーのローストビーフ付きトッピング、かなり美味しい。こっちがキーマで、うん、こっちバターチキンカレーの、バターチキンカレー、へえ、うんうん、こっちほどの感動はないけど、これも十分な、野菜がてか、こういう見た目なの、結構すごい食感がすごくて、ちょっと休憩。カッパサイ
カッパカレー。妖怪に子供っていう概念。深崎町には妖怪がいろんなところにいるみたいだからみんなも探してみてね。すごい、めちゃくちゃでかい。もち麦、もち麦のシェイク、これ400なんぼかな。めちゃくちゃ安くない？こんだけいっぱい入って、すごい美味しそう。じゃあすごく大きくない？もち麦シェイク、特産、福崎の特産品でございます。早速いただこう。美味しい、うん、おいしい。もち麦甘い。もち麦が甘いんじゃないやろうけど、この観光センターのすぐ近くに梅坊主さんがいます。ほら見えてきた。寒い。書いてる、海坊主さん。ミニタコちゃんもおる。かわいい。海の男、海坊主。え、これちょっと腹巻きもしてんのか。おー、ガウ。タコ坊主。体が、これが、この人誰？油注ぎさん。油注ぎ、安山の神様。こんな顔のやつおるよな。誰？あ、あ、プッシュ油すましさんや。うわ、ちょっと見たことあるな、この顔。なんか知り合いに一人ぐらいおりそうな顔してる。そう、皆さんの周りにも多分。すぐ入り込めるところでよかった。うん。あ、サカラステングの音じゃん。こっからガジロウさんが飛び出してくるってちょっと見えとるやん。ちょっと見えてるやんけど、行ったり来たりするんじゃないの。駅のガジロウさんと。これも怖いな。傷つくなめ、うん、あ、
なんか食べてみる。うん、なんかもち麦食べて。これがガタロウやガタロウ。これがガジロウのお兄ちゃんのガタロウで、こっかに、うん、頭のお皿が乾いてしまったからこっから動けないんやって。これあるじゃん。そう、シリ卵。シリコ玉。シリコ玉持ってる2つ。すごい。弟はそっちに。ちょっとうっすら見えてるんが怖いんやけど。すごいちっちゃかった。ほら、売店があるみたい。リンゴ飴食べてる。リンゴ飴俺も食べる。さてちっちゃいな。ちっちゃい。でも顔でかいな。ほんまや、顔はでかい。このもち麦焼酎と純米吟醸のガジロを購入しました。この2つ購入。こちらです。カッパサイダーもゲットしました。もち麦の館でもち麦焼酎 と、大吟醸じゃないや、純米吟醸のガジロをして、金券200円もらったことも。カッパサイダー交換した。てか見てください、このコスモス、すごい綺麗。うわー、すごいね。この緑、うん、郵便局、うん、郵便局。この旧に旧辻川郵便局。かわいい。お休みなんです、ここ。くっそー、かわいい。ここは旧郵便局、辻川郵便局っていうところなんやけど、昔の郵便局をそのまま使ってて、2階は限定2組の
お宿にな泊まれるらしくて、で下は妖怪ブックカフェカフェになってるらしい。でも土日しか、オープンしてないから、今日は祝日やから入れない、残念。